はい、それではやっていきますぞ。ロンジャやめろ、クリア率は約 7% なんだぜ。おっと、回線悪いかな？悪いのはお前の顔面だろ。うげえ、強制スクロール、マリサ、このコースリタイヤでお願いいたします。ダメだ、頑張れ。やだやだー、やりたくなーい。スーパーのお菓子コーナーで、お菓子を買ってもらえないお子さんのようなダダをこねるな。もういいです、やればいいんでしょ、やれば。がっつりすねてんじゃねえか。そ、お前のせいだぞ、ホコリカス。クリボーは何も悪くない。もういいです、逆にこのステージをサクッと一発でクリアできたらすごいよね。私天才だよね、全人類が私を神と崇めてくれるよね。いや、どんだけ自意識過剰なんだよ。だってだってー、ブンブン、それうざいからやめろ。おっと、ここで登場ゆうじろう。しかーし、今の私なら余裕のよっちゃん以下でござる。ふふふ、どうでござんすか。その喋り方を今すぐやめないとボコス。おう、怖い怖い。さてと、キノコも無事ゲットできたし、これで少し気持ち楽になったね。ってなんだこのハウスダストが巻いてるお部屋は。常識がなってません、掃除ぐらいしなさーい。これお前の部屋だぞ。え、あ、ほんとだー、いやー、ほんとに汚い部屋だな。スタート直後から気になってたんだけど、この先にあるハテナブロックなんだろ。ああ、私でした、レイムくん。あ、そう。ちくしょうめー。なんかこっちにあるか？もしかして近道とかあったりするのかな？お、なんかあったよ。落ちないように気をつけろよ。ふう、大砲が邪魔だね。全部消しちゃおうか？そう言って消せるならぜひやってほしいところなんだぜ。無理でーす。ということでお邪魔しまぎのぎおん。お、これはもしかして本当にこの先ゴールとかありえるんじゃない？うぷぬしキノコが出てくるってことはボーナスステージってのは間違いないだ。クリア率的にそのままゴールはないと思うんだぜ。いやいや、多分クリア率が低いのは、さっき私が進んでたルートが鬼畜、もしくは行き止まりで、この隠しステージが気づけた人だけクリアしてるからなんてことはありませんでした。まあ私はなんとなくわかってたんだぜ。マリさんくん、鋭い。まあいいでしょう。これでまた私のハウスダストハウスに挑めるわけですから。お前自分で言ってて恥ずかしくないか？顔からもやしが生えてくるほど恥ずかしいです。すまん、全くもって理解できない。理解力の勉強をおすすめします。うるせえ。よし、今度はちゃんとタイミングを見計らってー。しっかり見計らってもダメージを受けるある意味天才。お褒めに預かり光栄です。1ミリも褒めてない？むしろバカにしてる。あれ？こっちはいけない感じかな？ということはしたか。チビマリオっていうのが緊張感あるな。あ、あの中間にまで行かせてくれれば私の命を差し上げます。随分軽い命だな。私は遊戯王の遊戯さんをリスペクトしてますから。確かに遊戯さんの命の軽さと言ったらないんだぜ。あれ絶対もう一人の遊戯さんパニクってただろうね。マジで？僕の命だよ。なんで彼に命かけてるの？やめろー。的なことを絶対叫んでたに違いありません。まあそれは確かに遊戯さん本人しかわからないな。さてと、走行してるうちに結構進めたんだぜ。でももったいないミスあってチビマリオになっちゃった。もう、マリサしっかりしてよね。お前だろうが、てかマリオのスクワットをするな。あ、そういえば言っておかないといけないことがあります。実はここ3日ほど地声のマリオメーカーの投稿ができてないんですが、実はうぷ主は今声が出ないみたいなんです。そういえばツイキャスやってた時ずっと咳出してたもんな。なので声が出せるようになったらすぐ動画を出しますので、しばらくお待ちください。待たせてしまってすみません。ダレイム覚悟しなさい、あなたをケチョンケチョンにしてあげるわ。大事な話をしてると思って小声になるとは。グッパ、お前常識人だな。ちょっとー、恥ずかしいからそんなこと言わないでちょうだい。え、グッパ何かしてたの？レイムが喋ってる時気を使って。やめなさーい。もういいでしょ、ダレイム、今こそあなたを地獄の底に送ってあげるわ。あら、なんで焦らないの？いつもみたいにギャーとか叫びなさいよ。いやだって、アンチ見つけたから。え、アンチなんてあなたたくさんいるじゃない。確かに、同感するのだけはやめていただけませんか？なんで私の攻撃が当たらないの？むき、悔しい。あ、マリサ、あいつバカだよ。やったね。いつまでもバカでいてほしいんだぜ。お、いよいよ出口かな？この先はブロックで塞がれてるはず。関連しなさい。さあ、Pスイッチを押そうとしてる間に倒してあげるわ。ちょっと待って、なんでブロック壊れてるの？自分で壊したんだろ。本当にあいつバカだな。はい、ゴール。いやー、バカで助かりました。本当にあいつパートを重ねるほどバカになっていくな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。はい、それではやっていきますか。なんで聞いたんだよ。今回のコースはバグコースみたいなんだぜ。抜け出せない？どういう意味だろ。あの黒い砲台の胸に飛び込んでいけばいいのかな。じゃあ飛び込んでみましょう。黒パピ先生って、ハマったー。タイトルでもハマるって書いてあっただろ。え、ハマるって黒パチ先生の胸のぬくもりにハマってしまうって意味じゃなかったの？こいつもグッパと同レベルだな。うおー、動け、このポンコくん。
けません。あ、でもゴールあったからいいや。というわけで、ゴール。今回のバグは初めて見るバグでびっくりしてしまったんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、おまけあるよー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。それでは最後のおまけコーナー、霊夢の一言でお別れしましょう。ではどうぞ。えへへ。えへへへへ。えへへ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